プロフィールでも作れたらええなと思ってな。ヨーロムの。あのな、最後の最後は全部自分で、あの請求書を送るもんな。だからそうです、もともと営業職だったので。えお前何も知らんもん。何のなんか、建築。え多分就職したで。あ、はい、サラリーマンしてて。えお、その際お前、サラリーマンしてたことあんの、はい、就職してたことあるん、はい、袋より上やんか。え、学校は高校まで行って。あ、なんか、専門学校みたいな。専門学校行った。はい、何のなんかあの土木おお土木土木関係の専門学校はい寮の学校だったんですけど寮全寮制ってことで、うん、でもだからとりあえずその寮に入りたくて寮に入りたかったなんか入ってみたいなと思ってお鹿児島の専門学校はいへえで就職してんだ鹿児島で千葉ですね千葉でえ千葉で土木の専門学校行ってたはい、ああああああ増えただから学校は鹿児島に出て、はい、就職を千葉でしてる千葉で、はい、そのために上京してきてるあそうですそうです上京というか、まあ、上場っていうんですかその上場千葉上千葉上地、はいはいうん、だから簡単なエクセルとかだったら、うんまあ、そのできるというすごいでも今のでプロフィールいけたんでしょ、うん、あ洗剤が取れればいいわ今日筋肉すごいなあらお前あらすごいよ筋トレしてるのああの太鼓式マッサージそれはお前のなんか中国の超人みたいなこうそのグーッとすげえ無駄な肉なくない、うん、バレー選手やからそうかそうやそうや学生じゃないえバレーお前袋ぐらい謎多いやん今日はバレーで高校を選ばれたりしてえ特待生みたいな運動神経中高やったんな運動神経足はめちゃめちゃ遅いんですけど、うん、どこ高校どこなあでもその鹿児島工業高等専門学校っていう高専やばいな高専僕はい高専って賢いんじゃない賢いです関西はなんか賢いイメージだな一回そのサントリーなんか CM 作りたくてなんでやねん、うん、私の時に脇毛薄いなお前これでもちょこちょこ剃ってますあ、剃ってんの脇臭くてこれ全部裏返して全部裏返して洗濯してるのやろあ、僕たぶんこう脱いじゃうんですおかんが怒るやつやお前まだそれやってんのあ、笑顔で何やねんなんやねん。こいつなんやねんってなるやん。めちゃめちゃおもろい。こいつはちゃんと話とかできるやつかってなるぞ。